ーションバニステットーン。皆さんこんにちは。今日はハマと石のお届けしてまいりますけどすぐ逃げたよ声が私たちの声届いてますでしょうか。聞こえてますか。まあ、これテロップいっぱいつければいいよね。そうですね、確かに。今ですね、新宿二丁目内にある新宿公園に来てるんですけども、見てこんなに天気がいい。すごいもう。あ、涙が止まる。花粉症問題かね。まだまだ涙が止まりませんけど、はい、今日はですね、2丁目内にある、3つの飲食店をちょっと紹介したいと思います。はい、はい、そんな感じで今日はちょっとロケで、ロケでお店の中には入りませんけども、そうですね、2丁目内に美味しいお店がたくさんありますので、それの紹介をしていきたいなと思ってます。こんな感じで行ってきます。いやすごい、もう後が後が飛び出ったそんな感じで行ってきます。早速、散歩スタートしたいと思うんですが、今日は暖かいですよ。とても、めちゃくちゃ暖かいですね。むしろ暑いぐらいですよというわけで、初めはどこのお店に。間違えた。どこに行くの。ごめんなさい。どこに行きましょう。まずはですね、はい、お蕎麦屋さんに行きたいと思います。なるほど。一丁目はね、いっぱい何気に、ご飯食べれるところがいっぱいあるんですけど、そうですよね。しかも、なんだろう、朝遅くまで空いてる。あ、ね、なんだろう、飲み明けでも行けるお店が。今は結構ちょっと閉まっちゃったりとかしてるところ多いんだけど。そうですね、やってますので、うん、まずは私が一番好きなね、お蕎麦屋さんに行きたいなと思ってます。はい、今はね、テイクアウトで配達とかもね、結構メニュー作ってやってるぐらい。あ、そうなんですね。なるほどなるほど。めちゃくちゃ多いですよね、2丁目内。食べに行きたいなとは思うんですが、なかなか髪の毛すごくことなってる大丈夫よ、どんな状態でもね。はい、あんたって言っちゃったごめんなさい。ブスじゃ、ブスじゃないんですよ。やっぱあがきたいんですよ、僕は。かわいい、かわいいをテーマに。あんたね、多分ブスだってことをね、もうちょっと認知したら、ちょっと、もっと、本当に、レボリューションできる。レボリューション革命を。かっこよく、かわいく言おうとするから、あんたはいる。そんな最近あなたがイケメンだったらいいのよ。あ、なるほどね。え、イケメンじゃないですか。ないから。あ、じゃあなんでなん一般的なね。はい、一般的な、一般的な、そう、あれですね、いわゆる一般人のレベルってことですよね。女子のレベルっていうかね、イケメンではないわよ、はい、確かに、はいはいはい、よいしょ、ました。どうしようこう取ったらいいですか。よいしょ。こちらのラクアンですね。ラクアン、はい、もうショーケースがまず美味しそう。そう、でもこのねショーケースなんか昔なかったのに儲かってる証拠ですね。そう、いらっしゃいますよ。でもラクアンね、本当に、はい、なんて言うんだろう、それなりな値段はするんですけれども、なるほどなるほど、本当に美味しい、安定、そばも美味しいし、こんな飲み屋の中にあるのに、うんうん、しっかりしてる。あ、ね、ちゃんとしたそば屋さんというか、そう、クオリティがね、素晴らしい。もう私ってここで天聖炉しか買ったことないんだけど。なんだろう、紹介していいのそれ。そうなんだけど、一品しか食べてないってことでしょ。そんなこともないんだけど。あ、そうなの。本当に味は美味しいし、美味しそう。とてもいいので。ね、天ぷらとかもね、美味しそうですから。そうです。ぜひぜひ。ね、そば、なんて言ったってね、やっぱりそば、そば自体が美味しいので、すごい本当におすすめです。はい、行ってみてください。今ね、デリバリーもね、お届けもやってるみたいなので、なるほどなるほど、はい、行ってみてください、はい、ぜひぜひこちらよいしょ。初めにご紹介するのは手打ちそばどころ楽庵。新宿2丁目という飲み屋街で楽しめる本格そば。お昼には楽庵ランチと呼ばれるお得なセットもあります。ぜひ一度訪れてみてください。はい、ね、こちら、中通りちょうど交差点の楽庵さんを紹介したばっかりなんだけど、この本当に斜め反対側にあるところに行きたいと思います。ね、もう見えてるところなんですけど、はい、よいしょ。はい、ちゃんと信号は守りますよね。信号は守りますよね。はい、楽庵さん側を歩いてるんですけど、はい、花見を吸いたい
もう花粉症タイム、やばい、顔がすっごい汚ねえさっき顔整えたのには全然もう意味ないわはい、ちょうど ね、はい、斜め、本当にちょうど本当に斜め反対側なんですけど、来ましたじゃん、札幌屋です、札幌屋さんです。こちらはですね、結構スタンダードなラーメンが、醤油、塩、味噌、そうですね、ほっこりするような感じ本当にそうそうですね、なんか店員さんの方々もね、すごい家庭的というか、そう、ちょっとだけあのね、なんかすごいシンプルな味なんだけど、ちょっとだけなんかニンニク効いてるような感じのラーメンなんだけど、ほうほうほう、あの本当に飲んだ後とかでも、なんか朝ごはんでもいいんじゃないかなぐらいのあのクオリティの良さですよ、ね、美味しかったです。シンプルイズベストよ確かにね、シンプルイズベストですよ。でラーメンとあの冷やし中華も美味しいし、まあ、あ、そうなんですね、へえ、あとまあチャーハンも、でも、とにかく全部美味しいし、全体的にシンプルですけど、なるほどなるほど、もうずっとあるぐらいだからね、やっぱりその根強いファンもいっぱいいるだろうし、2丁目近隣のラーメン屋さんの中で多分一番美味しいとは思ってるの私は。あ、マジですか、なるほど、まあラーメンは趣味だからね、それぞれの好みなので、本当にでも今なかなかね、ちょっと8時ぐらいまでしかやってないので、そうですね、あの、え、あれが開けたら、はい、ね、遊びに来てみてください、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。続いてご紹介するのは元祖札幌屋。提供されるラーメンやチャーハンはシンプルでありながらも心温まる味付け、どこか実家を思わせるような雰囲気でほっと一息つきたいときはぜひ札幌屋へ。今札幌屋さんを紹介したんですけど、札幌屋さんを背にして左手側に、はい、左手側にあるんですけども、こちらにあるのが、はい、マークランドさんですね。よいしょ、歩いていってみましょう。着きました、はい、マークランドさんです。こちらはですね、結構本格的な、イタリアン、ドリアとか、ね、ハンバーグとか、ピザとかもありますしね。そうそうそう、あとお酒もね、結構いろんな種類飲めるので、でここはもう本当朝までね、やってるし、本当にデリバリーもすぐ届けてくれるし、あとね、多分ね、一押しなのがね、焼きカレー、焼きドライカレーかな、ほうほうほう、卵入り焼きカレーっていうのがあって、これが結構美味しくて、はい、しっかりした本格的な、イタリアンになってますので、2丁目の中にあるので、なんだろう、ね、それこそリアルの場所とか、その出会いの場としても使える、そうだね、ね、素敵なご飯屋さんなので、はい、ね、最後にご紹介するのはマークランド。デリバリーも迅速で、別のお店で飲んでいても食べられるごちそうの数々、名物焼きカレーをはじめ、どのメニューも絶品の美味しさなので、ぜひご来店ください。今日は皆さん、あの風と自然も感じてください、ね、風の音も感じつつはい、そんな感じでですね、2丁目に美味しいお店がまだまだありますけれども、今日は3つ紹介しました、はい、ぜひ、ね、はい、行ってみてほしいです。はい、お蕎麦屋さんもあの今さっき楽安さんだけでしたけども、他にも、あの2店舗あって、はい、あの近くに3店舗ぐらいありますので、そうですね、はい、ラーメン屋さんとかもね、2、3店舗近くにあったりとか、2丁目来た際はあのご飯も楽しんでてください。はい、はい、そんな感じで今日も終わりたいと思いますさようなら